中野ゼロアウト展第7回、第3日目ですね。今日は御巣鷹山の日になります。追悼しつつ8月12日です。土曜日、すごいわけ遠く参加つながっているかな。ちょっとこんな音源が出てきました。ちょっとこのパソコンとこちらのステレオ音でちょっと不思議なことが若干起きます。トゥントゥントゥンという感じのディレイがかかっちゃいますね。これをちょっと試してみまして、山が見やすい感じです。こういう感じですね。花粉です。アルコールか、これ面白いですね。これ誰歌ってんだろう。ダイナマイトミキさんじゃないみたいな。もしかしてこれはあれだ、あざみさんかもしれない。マダロージャズの2015年バージョン、いろいろ出てきましたね。いろいろ、沼袋オルガンジャズクラブ、そして栗田さんの支援を加工した、田辺さんもいらっしゃいますね。釜石です。石巻社長ですね。これは頑張ろう石巻の前の記念撮影で、蘇生ですね。いい君の書です。ちょっとこれを貼ってみました。古いやつですね。ブライアン・ポラードですね。コンセルタイプ、昔のちょっと反省会ですね。いいメンバーいっぱいいます。泉ちゃんもいますね。録音ですね。50曲か60曲録音の仕事したんですね。これね、何でしたね、3日間ぐらいで60曲撮ったのかな。で、まあ、ここら辺は昨日と同じです。ちょっとだけなんかバラバラしてますけど、これも持ってきてみました。アルバートアイラなんですか、どう見えますか。そして、この辺はちょっと自分ですね、正解。そしてそうね、これもあれ、ね、これですね、坂越さん、民謡の坂越さんですね。辰崎さん、小川さんもいますね。小川綾さんで、ジャパンジャズトリオじゃなくて、これはアジアンジャズトリオですね。ニュースというか、これは宇賀谷さんが撮ってくれたやつですね。宇賀谷さん、宇賀谷、これはミノトールですかね。神ちゃんとで、HK、 これはリサが作ってくれたやつですね。いろいろヘビだったりね、ちょっと毛だったり、まあ、懐かしいですね、ミノトールの。アナザーユースケ君もいますね。高木君もいる。佐野ちゃんもいますね。相田桃子さんですね。まだ若い時ですね。ふっくらしてますね。で、ボーカルと、これゴスペルのお仕事をした時ですね。で、これはもうめちゃくちゃ懐かしいと思うんですが、石田さんもいますね。これは、琴で優勝した人たちと、夏祭りコンサートっていうのを中野文化会館でやったんですね。いろいろ、大平くんもいるし、ね、素晴らしい。皆さんと私の、これは多分、二人で、鹿の峠を初めてやった時じゃないですかね。ミノトールですね。で、小川彩さんですね。新潟活躍でした。で、ニコのお姉さんも入っています。これは多分、中野ゼロのですね、戯曲かなんかのその、イントロで、なんでしょう、アトラクションで演奏させていただいたんですね。で、第6回、これが、つまり2014年3月11日から15日なので、この5日間が、から比べると、それから5ヶ月だから、
3年5ヶ月何もやってこなかったということで本当に反省しております。ウィキなんかね乗っけちゃっても本当に申し訳ない。で今年8月26日から9月3日まで六本木のストライブスペースですね、六本木、ここで、人間展2017が行われます。ぜひ行きたいと思っております。コラボレーションがテーマですね。でこちら、エントランスです。おお、今塚原さんの奥さんになってる、ベリーダンサーですね、内藤美恵、そしてこっちです。ここにちょっと教会に遊ぶ人々って、これねこれ一番充実してたかもしれないね。第5回ですね。5回6回と来て、で7回なので7回は全く私の個人展ということで自分反省のためにやっております。明日日曜日の夜は、本番をここで、高橋新太君ギターとそれからドン佐藤さんと、で3人で夜7時から投げ銭でやりたいと思っております。来てくださる方がいらっしゃれば本当に嬉しいです。頑張ります。お三味線入ってきた、あさみさんだやっぱりね、そういうことですね。ありがとうございます。ではまた頑張ります。